チランジア7本用意してます、品種ですけれども、ちょっと名前がないんで、わからないんですけども、ペルティナっていう品種、スキディアナっていうやつですね、はい、それから、これもチランジアとなってるんですけど、大きくなってきたらもうちょっと品種がわかるかもしれません。イオナンタですね。ギリシャ神話に出てくる名前のを使っているカプトメドゥーサですね。はい、こんにちは、ビザラボです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日は2年前に100均で買ったチランジア、これ全部そうなんですけどね、100均で買ったチランジア2年間でどのくらい大きくなったのかなっていうことと、あと栽培によって大きさが違ってきてると思うので、ちょっとその辺の話してみようかなと思います。よろしくお願いします。これこんな感じで吊り下げてあったんですよね。吊り下げて水シュッシュッと2、3日に1回ぐらいずつ水かけてたんですけれども、それで、育てたのがこれなんですけれども、うん、大きくなったのかな、どうかな。これがね、今綿毛がどんどん出てるじゃないですか。この辺がこう、これ種だと思うんですけどね、先日花が咲いて、これ毎年花が咲くんですけどね、毎年花が咲いてこういう綿毛が飛ぶので、これうまくやったらまた芽が出てくると思うんですけども、発芽すると思うんですけども、ちょっとあんまり手間かかるんでやってないんですけども、まあだいぶ綿毛がもうなくなったな、うん、取れて綿毛はこんな感じ。これが飛んで風に乗って飛ばされていって、またいろんなところで育つというふうになると思うんですけれども、これがね毎年花が咲くので、結局花に栄養を取られてあんまり大きくならないんですよね、うん、なので最初多分これがこれだと思うんですけれども、それがこれあんまり大きくなってないですね。ただ毎年種を飛ばしてくれるので、これはこういうもんなのかもしれないですね。こんな感じ、綿毛ですね、見えるかな。続いてこれがペルティナっていう品種だったと思うんですけれども、最初のやつがこれですね。これがまあちょっとここまで、そんなにめちゃくちゃ大きくなったわけではないんですけど、やっぱり空中ですとかね、あんまり着生させないで育ってるとこんな感じになるのかもしれないですね。うん、でも一回り以上は、これ全部100円で売ってたやつを買ってきてるので、まあここまで大きさがあったら100円ではないと思うんですけどね、まあ、このくらいのまで大きさまで、まあ、育ってきたのかなっていうのは思います。はい、続いてこれ、イオナンタですね。うん、これもあんまり大きくなってないな。ちゃんと、水やりなんかもしてたと思うんですけども、そんなに大きくなってないかなっていう、そんな印象ですね。はい、で、これ、スキディアナってやつですね。これも100均の、大きさだったんですけどね、ずいぶんこれ大きくなったな、うん、これ全部ね足を伸ばすともう 40-50cm ぐらいあるので、うん、これはこれで大きくなったかもしれない。割とこの幹がねか細かったんですけども、今もうしっかりしてるんで、ある程度乾燥にももう全然耐えられるぐらいまで成長してきたかもしれないですね、うん、やっぱりそれなりに大きくなってきてるのかなっていうふうには思います。でもやっぱりこれらはみんなこういうふうにね吊り下げて育てていたのでちょっと洒落た感じにはねしてたんですけども、やっぱりどうしても根とかどっかしっかりした場所に、活着していると大きく育ってくると思うんですけれども、これはやっぱりそこまで大きくならなかったのかなっていうふうに思いますね。はい、続いて、これそれがね、ここに活着してる状態、これで1年以上活着させて、今ねここに根ももうへばりついて伸びているんですよね、わかるかな、うん、根がしっかり伸びてこのコルクの板についてる状態なんですけれども、
まあこっちの純正屋はちょっと根が浮いてますけどね、あのこっちです、こっち、結構ね二回りぐらい大きくなったのかなって思います。でこれも新しい葉がねどんどん展開してくるので成長やっぱり早いですね、うん、しっかりこういうふうにコルクにつけた方がやっぱり成長が早いのかもしれない。するともう一個これなんですけども、これも2号鉢かな 2.5 号かなの素焼き鉢にバーク入れてその中にずっと置いといたんですけどね。でこれなんかやっぱりね、あの今春なんで去年出た根が今もう枯れてるんですけども、針金みたいになってますけども、株がねずいぶんこれ太りましたね、このくらい最初がちっちゃかったんですけども、本当に葉っぱが 3,4 枚ぐらいしかない、これ本当にカフトメドゥーサなのかなっていうぐらいの感じの大きさだったんですけども、今もうこう立派なねこんな感じになってきましたね、うん、ここまで来ると、うん、なかなかちょっとそろそろ見応えがある感じになってきてるかもしれない、うん、なのでやっぱりこういうふうにねどっかに入れて活着させておくっていうことがいいような気がしますね。でちょうどこれから今春になってぐんぐんまた成長する時期になるので、どんどんこのねぐにゃぐにゃっとしたうねうねっとしたやつが今年も大きくなっていくんだろうなっていうふうに思います。なので大きくなればなるほどチランジアって加速度的に大きくなっていくので、ちっちゃいうちってやっぱり体力もないし幹も小さいのでちょっとずつしか大きくならないですけどね。でもある程度大きくなってきたらそこからは肥料を与えたらぐっと大きくなってくるかなっていうふうに思うんで、これちょっと今後楽しみにしていきたいなと思ってます。これちょっと話が違うんですけど、これイオナンタの群生なんですけども、もう全部花が咲いても枯れちゃってるんですけどもね。でこれも毎年花つけるんで、やっぱり花に養分取られながらなんですけれども、これはしっかり土台にくっついている状態なので、土台がしっかりしている分ちょっとずつねこれも大きくなってるかなっていう気がするんですよね。これはね毎年一回りぐらいずつ大きくなっているような気がします。でも密にイオナンタがもうね生えているので、どんどんこの花が咲いた株からどんどん分岐していくので、どんどん見る見るうちにこれ大きくなってきますよね、うん、だからやっぱり土台がしっかりしていると成長もしっかり早く大きくなっていくのかなっていう気がしますけどね。ね、ちょっとこれ今回の100均じゃないんですけれども、このファシクラータ、去年の夏花が咲いたんですよ。で花が咲いたらやっぱり分岐するのかなと思って、小株が出るのかなと思ってたら、去年の夏からねここから小株が出始めたんですよね、2つ。その小株がこの半年ちょっとぐらいの間でねここまで大きくなりましたね。1個2個、これとこれが新しい小株です。結構大きくなるんですね、やっぱり。うん、こういうふうにこれも着生させているので、安定しているんで、前はこれ、麻紐でぐるぐる巻いてたんですけども、もう完全にこの、流木に活着してるんで、もう麻紐取っちゃってて、もうびくともしないんですけどね、がっちりついてますけど、ここまで来ると、もう成長がやっぱりすごい早いのかな。新しい子株だけにしちゃうとやっぱり成長は遅いかもしれないですけども、親株にくっついて今成長しているところなのでね、めちゃくちゃこれ成長が早いですね。親株についているものについてはちょっとある程度大きくなるまでこうやってくっつけておくといいのかもしれないですね。でこれもちょっとどんな風にね大きくなるのか見たいので、このままくっつけておきますけどね、はい、今日は2年前に100均で買ったほんのちっちゃい株だったものがどのくらい大きくなったのかなっていう話させてもらいました。大きくまとめると、他の動画でもチランジアの育て方で話されてる方結構いると思うんですけどね、こういうふうに土台にしっかり活着させていったりとかっていうことがまず一つ大きい、大きくなるポイントかなっていうふうに思います。なのでこういうふうに反対にちょっと洒落た感じでしましょうかっていうのも綺麗だしね、可愛くていいんですけれども、これだとなかなかちょっと成長するのも時間がかかったりとかするので、まあ、どっちを取るかですよね。洒落た感じでインテリアとして、綺麗に
可愛らしく飾るのか、しっかり大きくしていくのかっていうどっちなのかなって思います、うん、であとやっぱりさっきもちょっとお見せしたような、あの親株にそのままくっつけておくと、養分もそのまま親から子供に養分も行き来できるようになるので、その分成長が早いのかなっていうふうに思いますね、うん、でこれから春になって、またしっかりどんどん成長する時期になってくると思うので、いくつか、ポイントがあったと思うので、そのポイントに合わせて、しっかり成長するようにしていきたいなと思います。あと肥料についてなんですけれども、私の場合だとあのハイポネックスをもうちょっと測って2000倍以上になるようにしてるんですけども、それをだいたい3回中1回ぐらいはそのハイポネックスの薄いやつ上げるようにしているんですね。で反対にそれ以上どんどん多く上げていくことでもっと成長する可能性もあるんですけども、ちょっとまあやったことがないのでね、ちょっとその辺の肥料の上げ方については今後も実験しながら、またこの動画の中で話させてもらえばいいかなって思います。はい、今日の動画、ここまでにしたいと思います。このチランジアの話面白かった、ためになったなと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。